河野日和のテレカクシ。皆さんこんばんは、河野日和です。河野日和のテレカクシ、この番組は私河野日和が思わず照れてしまうくらいに素直な気持ちで皆さんとお話をしていくひとときです。最近どうですか皆さん。暑い日が続いていますが、いろいろなことありましたでしょうか。私は最近すごい楽しみにしてることがあって、アイスケーキってみんな食べたことあります？ほら、まあ、7月入ったんですけど、先月私とね、あの仲良しの田中由紀ちゃんの誕生日を迎えまして、なんかこうちょっと川口里奈ちゃんも含めてね、3人で三原色でちょっとお誕生日お祝いしたいね、アイスケーキ食べたいねって話してて、本当に楽しみなんですよね。なんかいろんなフレーバーがあるらしくて、そう31で買おうと思ってるんですけど、なんか調べたらミニオンとかなんかポケモンとかあって、あ、いろんな味あるんだな、あ、このなんか上に好きなアイス乗せれるやつも、これ結構いいかもしれないなと思ってて、ちょっとねライブとかが終わったら3人で打ち上げも含めてアイスケーキ食べるお誕生日会しよっかみたいな話してるんですよね。あ、買ったことないです、ないです。大人になってから食べたこともないんじゃないかな、ね、あ、なんか なんですかその顔は。あ、全然うちの冷凍庫見てもらっても構いませんよ全然もう今すぐ家帰ってパッ開けたっていいんですよ。楽しみです、本当にホッピングシャワーとダイナゴの時ですねねえみんな美味しいんだろうな。みんな何のフレーバーが好き？あ、私はチョコミント。完全犯罪それはそれとして許さないハンドルネームのやつも生まれてしまったからな、このように絶対に許さないぞ私が田中家の番組見てないとでも思ったか、許さないからな。ということで番組を進めていきましょう。この番組のハッシュタグでいくつかはずい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 、すべてひらがなで美を照れてるです。放送中もたくさんつぶやいて楽しんでください。それでは早速始めましょう。今夜も最後までよろしくお願いします。河野日和のテレ隠し、この番組はホビーショップアミアミの提供でお送りします。はあ、いや、そこになければないですね。この日よりのテレ隠し、改めまして河野日和です。マリオを見たんですよ、マリオをね、映画館でマリオの映画を、めっちゃ面白くて、私あのレディープレイヤー1が好きなんですよ。ああいうなんか、わかる？見たことある人ならわかるんだけど、見たことない人に説明するとですね、なんかゲーム好きが心を震わせる、幼少期にゲームやったあるあるとか、あの日本のゲーム人でソニック、マリオ、キティちゃんとかが出てきて、あ、やっぱりエンターテイメント全世界共通のなんかワクワクがあるんだなみたいな熱さがある作品なんです。結構それに近いものをねマリオに感じまして、中でも私が心が震えたシーンがあるんですけど、ヘイホーヘイホーが途中で出てきて、やばいヘイホーだってなるんですけど、すっごいずんぐりむっくりなの、ヘイホーがねなんか人間ってさ、ほらこう膝から下で歩いていくじゃない、膝を曲げてね、ヘイホーに膝なんかないのよ、このなんか太もものこのなんていうんですか、骨盤から歩くんですよ、ヘイホーは。前可愛くて、ちょっとヘイホーの良さに目覚めてしまったと同時に、やっぱこう幼少期のあるあるネタとか、あの頃ハマってたものとかをいっぱいいっぱい並べられると、なんかこう泣きそうになるんですよ、すごい楽しすぎて。なんかこれ悪用できないかななんかちょっとそう思ったんですよね、こうやって漠然と腕組みながら、なんかうわすっごい感動するな、なんか泣きそうになっちゃうな、
これなんか悪用できないかなって思いました。なんかいいアイディアがあったら教えてください。ではこちらに参りましょう。青年の視聴ニュースということで、ラストニュースです。みんなニュースコーナーに別れを告げてね。きっとみんな視聴したいことがあるはず。それでは紹介していきましょう。ありがとうございます。ペンネームノリノリののりさんからいただきました。ありがとうございます。今日はみんなに聞いてもらいたいことがある。なーにー。デスクワークをやっているが、目と肩のコリが永遠に取れなくて、整体に行くたびに前回分のコリを超えていくので意味があるのか分かりません。肩凝ってるよって人どれぐらいいますか。肩凝ってるよ。あ、現場ではいないということで、コメント越しではね、きっとたくさんののかへってコメントされてると思うんですけど。へえ、私めっちゃ肩こる。なんか怒り方っていうのかな、なんか緊張するとってなっちゃうからさ、肩こっちゃうんだよね。わかるよ、整体とか言ってるけどね。てかなんかかっこいい、肩こってるってちょっとかっこよくない？小学生の時のかっこいいチャームはメガネ、中学生の時のかっこいいチャームは寝てない、高校生のかっこいいチャームは高校生で何がかっこいいんですかね、マイナーな音楽好き。大学生のかっこいいチャームは、いや、わかんないよ、多分お酒いっぱい飲める。社会人のかっこいいチャームは肩凝ってる。めっちゃやだ、凝っちゃうよねって。アンメルツ横横するのがかっこいい。そう思ってるんで、私かっこいいんだろうなって思ってます。続きまして、元気元気元気ですよ、ね、ペンネームボタモチさんからいただきました。ありがとうございます。青年の視聴ニュース。テロリンテロリン。お子様ランチ、大人になってからふと食べたくなってファミレスで聞いてみたら、子供じゃないと出せないと断られた。わあ、わかる。見せつけたら子供なとこ。こねちゃおう、ダダ。やだやだ、お子様ランチ食べたいって一人でファミレス来てさ、あのなんか都会によくある狭めのボックス席でやる。タッチパネルか今は。そんで猫が運んでくるんだ。どこで断られる、どこで。大人は頼めにゃんにゃんみたいな、あの猫が言ってくる。これで運んできて、おや、ビビ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 ってこうスカウターみたいなので、25歳。大人は頼めないにゃん。これは持って帰るにゃんって言って、テントン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 って言って、来た道と違う道でこうやって帰っていくんだ。で前をこうやって、よこせ、それは俺のお子様ランチだって。毒にゃん、仕事の邪魔にゃん。大人にお子様ランチは出せないにゃん。ちょっと強気なね。いいな、強気なロボット猫。もえー、続きまして、ありがとうございます。今日いっぱい寝てきたから元気なんですけど。すっごい最近ヤクルト1000飲んでんだ。知ってる、みんなヤクルト1000飲んだことある？飲み始めて5日目ぐらいなんだけど、寝覚めすっきり。とってもいいね、冷蔵庫で冷やして。 MC の未成年なんてこと言ってるんだ。ヤクルトなんて1日のご褒美だろ。ペンネーム木星さんからいただきました。ありがとうございます。青年の視聴ニュース。テロリンテロリン。去年大学の英語のクラスで一緒だった N さん。僕が大学に入って初めてデートに誘った N さん、そしてデート先のレストランでそれとなく脈なしを告げてきた N さん、あの時の食事代全部僕が出したこと、まだ覚えてくれていますか。キャー、前行きなよ、前行きなよ。まだ覚えてくれていたら僕は嬉しいです。最近は暑くなりましたね。今でもあの日のノースリーブ姿のあなたが頭にちらつきます。脈ないのにお出かけでノースリーブ着てくんな。レストラン代全部出しちゃうよね。それだって好きな子がお出かけでノースリーブ着てくれたんでしょ。でも脈ないんだって。
そっか。こういうのはどう？あのこの子と付き合うこととかは叶わなかったかもしれないけど、同じ地球上にいる別の N さん探そう。なんか同じ名前の別の女の子探そうっていうのはどうかな。なんかほら復讐劇でよくあるじゃないですか、その何サッカー部の人に振られたからサッカー部全部憎いみたいな。ほら世の中の完全懲悪者って結構そうだったりするじゃないですか。なんか誰かになんか嫌なことされたからそこに属する人みんな滅ぼしてやるみたいなね。それと逆のことがあったっていいと思うんですよ。 N ちゃんが好きだったでも振られちゃった、別の N ちゃんを好きになろうみたいなね。 N の名を持つものなら誰でもいいみたいな、そういう話読んでみたいな。続報を待つ。なんか私じゃあ体験できないから、やっぱりね、物語の中から経験を得ていきたいですね。あ、こんなものだってみんな。じゃあニュースにお別れを告げてね、バイバイ。ということで青年の視聴ニュースでした。ニュース終わり。今までありがとうございました。さてここから普通のお便りを紹介していきますよ。ありがとうございます。ペンネーム中年さんからいただきました。ありがとうございます。河野ひよりさん、デレデッテデレデッテ、先日は山梨でのイベントお疲れ様でした。ありがとうございます。遊びに来てくださって、河野さんの地元山梨で行われるイベントに初現地参加できてとても嬉しかったです。ありがとう、来てくれて。やはり一番の見どころは公衆弁での朗読劇でした。わあ、知っているような物語でも方言で演じることで全く違う表情を見せてくれるのだなと、とても新鮮な気持ちで楽しむことができました。またこれから先も山梨でのイベントが盛り上がって続いていくことを楽しみにしております。ありがとうございます。もうね、あのアーカイブはちょっと見れなくなっちゃったから、次にイベントがあったらぜひ現地に遊びに来てねって感じではあるんですけど、そう、公衆弁でね、シンデレラと桃太郎をやったんだ。全然違う話にどうやら聞こえていたらしい。でもね、出身の私たちでも結構コテコテだったから、読んでても聞きなじみがある言葉とは、これは結構おじいちゃんおばあちゃんじゃないと言わないなみたいな言葉も入り混じっててね、やってても楽しかったんですよね。結構ね、報告を聞きましたよ。前乗りしましたとか、イベント終わった後にお土産いっぱい買って帰りましたとかね。雨も降らなかっただか途中で上がっただかで、なんかこうそこまでお足元も悪くなく、富士山見た人とかいるのかな。甲府の方だからちょっとどうかわからないけれど、嬉しい、ありがたいね。なんか地方でイベントやるとかさ、出身県でイベントやるってなったらさ、やっぱ見てくれる人がいないと成り立たないからさ、本当にありがとうございます。もうね、ありがとうございます。ちょっと過剰なファンサービスしようと思ったけどやめます。ありがとうございます。ちょっとやっぱね、よくないよくない。ペンネーム鹿の星肉さんからいただきました。ありがとうございます。ピアちゃん、チャカパコーチャカパコー。どうやら先日のアイスケーキの件、ユッキーにもナリちゃんにもバレてしまったみたいですね。何の話かな。ピアちゃんのツイートを見たときは、これは誰かチクった先輩がいるのかもしれんなと思ったところもあります。ただナリちゃんに関してはきっかけはピアちゃんのツイートですよね。僕たちは何も悪くない、でもユッキーから優しい言葉もらえてよかったね。何の話？アイスケーキの件。あ、なんか3人でアイスケーキ食べたいって言ってたことかな。違くて、ツイート、きっかけはピオちゃんの。なんか何の話してるんだろうね。夢でも見てたんじゃない。なんてハンドルネームでしたっけ、ユッキーに。やばい、もうタトゥー入れよっかな、ここに。そいつのハンドルネーム一生忘れないように、いつでもこうこっちの左腕見たらそいつのハンドルネームを思い出して怒りの炎を燃やし続けられるように。そいつさえユッキーにチクらなければ、そもそも私がツイートすることもなく、結果なりちゃんにバレることもなかったわけだよね。おかしいよこのメールは。なりちゃんに関してはきっかけはピアちゃんのツイート違うよ。こいつがメールを送ってこなければ。そもそも私が喋らなきゃ勝ったらよかったって。いやいや、食べなければ。なな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 なの話ですか。なななななな、怖い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 、なななななな、食べな
なければって何？なんか知らない記憶だな。何の話ですか？何の話？何の話？違うよ。そもそもバスキンロビンスが売らなければよかったんだよ。そうすれば悲しみの火種はこの世に生まれなかった。喜びの象徴もなくなったかもしれないけど、こんな思いしなくて済んだんだ。誰が悪いんだろうね。もうない。悪役の才能があるのかもしれない。どうしよう、いらないな、こんな適性。あ、こんなもんですか。だってみんなもうアイスケーキの話はしないように。アイスケーキを NG コメントに設定しておいてください。この放送枠のアイスケーキってコメントはもう一切流れないようにしてください。観光例をしてましょうね。ということで今回の紹介は以上です。番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。番組の投稿ページから送ることができますので、私に伝えたいこと、どんなことでもいいので送ってください。お待ちしてます。とりあえずちぎりに来たよ、ギチギチに。河野日和のズレ隠し。ここからはこんな企画です。新コーナー案を発表発表ということで、この時間は次回以降に実施するかもしれないコーナー案を紹介していきます。いっぱい草野先生が考えてくれました。ありがとうございます。やっぱこう、さら地を耕すって大変でしたか？ニコニコってしてますね。それでは早速一つ目、紹介させてください。ビオサーチ。今話題の AI にはデータ収集が必要不可欠ですが、河野日よりもリスナーというビッグデータを収集してさらにでっかくなっていきます。楽しそう。そこで毎回テーマを決めてメールでデータを収集します。へー。例えば、兄弟姉妹データ、危機一発データ、青年の視聴データ。ニュースのコーナーの名前を変えたバージョンとも言うぞというコーナーとなっておりますね。これ最高。やっぱりニュースがなくなっちゃうとみんな寂しかったよね。お別れ告げられなかった人も多いのではないでしょうか。ビオサーチと看板を変えてカムバックでございます。もしやるとしたら、もう私次回に撮りたいビッグデータはもう決まってるんですよ。2023年上半期ベストバイサーチ。私あの YouTuber さんとかがあのこれ買ってよかったものランキングとか、上半期下半期みたいなやつ見るのが好きなんですよ。だからなんかスーパーセールとかプライムデーとかあったりするからさ、なんかみんなが買ってよかったものを聞きたいな。続きまして、ピヨメキタイ。フリートーク中、メール紹介中、告知の途中。かっけー。フリートーク中、メール紹介中、告知の途中。何これ、なんか才能がありますよ。歌詞書く才能が、なんか心地よかった口が。河野日和さんは何かをひらめくと脱線して楽しそうにおしゃべりをする設定です。このように見ていただけましたでしょうか。このように、そのおしゃべり中のひらめきをピヨメキと番組は命名しました。我々はピヨメキを研究するため、皆さんからこんなトークをしていてこんな脱線をしたというサンプルを募集します。あなた自身の経験だけでなく、見ていた推しの動画、喫茶店で隣になった奥様方など、ぜひあらゆるアプローチでサンプルを探してください。難しそう。でちなみにこれは私は何やるかっていうと、ふーんってそれを聞くだけですね。聞いた上でなんか、あ、そういえば私もこんなことがあってって喋りたくなったら喋るかもしれませんというコーナーかもしれません。続きまして、ピヨちゃん、あのね、こんな漫画ありましたよね。あ、そこから持ってきてるのでしょうか。皆さんから身の回りの人間には恥ずかしくて見せられないことを送ってもらうコーナーです。ポエム、妄想、幻想、論文、架空の話、世間への主張、何でも送ってほしいですが、冒頭の書き出しだけはピヨちゃん、あのね、から始めてください。何を言っているのかわからなければわからないほどグッドです。例えになるかはわかりませんが、最近なんかこうやり場のない怒りがあって、
本当はあのワントークでしようか悩んだ話なんですけど、ここでしますね。あのお化けが許せない。なんかジムのトレーナーさん、なんかパーソナルジムに最近通ってるんですけど、自分の予約を取った時間、この人じゃなくてその予約を取れた時間帯によってトレーナーさん違ったりするんですけど、その日取れたトレーナーさんとなんかあの休憩中におしゃべりしてたら、僕の奥さんお化けが見えるんですよって突然、なんかそんな話ない、前後もあったけどそんな話になって、みたいな、どんな感じなんですかって言ったら、家の中にいて突然あ入ってきたって言って、今そっちにいるからそっち見れないんだよねみたいな感じらしい。私そういうなんかちょっとホラーとかちょっと未知のなんだろうものとか全く見えないし経験したことないし、自分のなんかこう親とか友達とかで怖い思いをしたとかもないから、結構未知のジャンルなんですよ。だそういうところの話を聞くのが好きなんですけど、冷静に考えたらよ、月々家賃を稼ぐのにどれだけ苦労していると思ってるんだ社会人のみんな。そしてこの家を守るため、この生活を守るため一生懸命汗水垂らし働いているんだ。それを何がお化けが勝手に入ってきて居座り目も合わせられないだと、許せませんよね。夏の虫でだってちょっと許せないのに、人型なんですよ。人型の昆虫が外から入ってきたら許せないでしょ。それと一緒。なんかお化けからしたら関係ないらしいですね。そのなんか人間社会のルールで勝手に契約を取り決めて、月々いくらでこの場所はお前のものだとなっているかもしれんが、こちらには関係ないみたいなことらしい。許せない。みんなだって社会の歯車の一部として生きていた時期があったでしょ。なのにお化けになった瞬間さ、私が大事に守っている空間をやすやすとちゃんと靴脱いで上がってきてくれてるのかな。じゃあ玄関で許せないよっていう話とかをリオちゃんあのねって送ってくれたら嬉しいというコーナーですね。続きまして、ひよどりシーズン2。あの 大人気コーナーひよどりが名前を変えて新規一点再登場。あ、なんかすごいガチャガチャのあれみたいだね、ここの言葉みたい。次からはテーマという名目ではなく、お題のハッシュタグ〇〇とかをつけられそうな写真を送ってもらうという体にします。例えハッシュタグおいしい、ハッシュタグ真っ白とかだって。最高、これはやりたい、やろう。インスタグラムみたいだよね。私インスタグラム始めちゃおっかな、やりたいと思っているんだけど、ちょっとこうひよどりとかでね様子を見て、あどんな感じになるのかな、みんなどういう写真送ってくるのかな、ちょっと伺いたいと思います。続きまして、照れずにいようのコーナー。毎回ありがとう、大好きだよなどの一言セリフお題をどんな設定でも照れずに言い切ることに挑戦するコーナー。皆さんから募集するのはそのセリフの言い方、役柄です。セリフ自体を変えたり文言を付け足すのは NG。 例えばありがとうの場合、関西のイントネーションでありがとうとディレクションするのは OK だけど、大きにとセリフ自体を変えるのはダメ。だからみんな次第でね、河野日和に言わせたいセリフがあったとして、それをどんな言い合わせ方させようかなっていうコーナーですね。消極的かも。あんまりちょっと恥ずかしいからやりたくない、やりたくない、やりたくないというコーナーですね。続きましてピオタス、かわいい。河野日和さんをさらに強キャラ、魅力的なキャラにするために一つだけ設定を足すなら何がいいのかを真剣に議論するコーナー。基本ステータスは現状の河野日和さん、一つだけ何かを変更するおは足したら魅力が増すものを考えてください。例、博多弁で喋る、身長8メートル、金曜日の夜は馴染みのバーでウイスキーのロックを飲んでいるなどなど。うち博多出身やけん、身長8メートルあるばい、金曜の夜はこれ。ウイスキーって何でできてるんだろう。麦よ、なんかどうかしたもの、これを氷でいただくのさ。こうやって混ぜんでしょ、丸い氷をこうやってで、こうやって長めの机の端から端まで投げて誰が一番飛距離が飛んだかっていうの競う場所がば、その馴染みの店がここってわけ。
ポッチャ行っても遊べるからねこの競技は知らんけどなどなどでした。それでは最後に悪魔合体ニューカルチャー、悪魔合体すごいんじゃの新シリーズです。おお、皆さんから単語を送ってもらうのは変わりません。今後は作るもののジャンルを設定します。へえ、例えばジャンルが祭りだったら上の句下の句祭りという名の架空の祭りを考えていきます。例、ふわふわプラスシマウマプラス祭り、ふわふわシマウマ祭りみたいなね。あれみたいですね、なんかあのほらあの住宅のもう建ってるやつを売る国道沿いのやつみたいな、あのあるじゃないですか、たまにお家にチラシ入ってるやつ、国道沿いのマックの横の横の横にモデルハウスが建ったんですけど見に来ませんかっていうのに親に連れられていくと、子供はなんかこういうねじった風船もらえるじゃないですかってこと、ふわふわしまうま祭りそういうことかな。あの最後の祭りの部分とかを例えば味にしてみたりとかね、何ふわふわしまうま味とか風にしてみたりとかね、ふわふわしまうま風とか、ふわふわしまうまを添えてとかね、ちょっといろいろ幅があるので、なんか悪魔合体すごいんじゃのね新シリーズとしていかがでしょうかということで、計7コーナーですかいただきました。あれもともと何コーナーあったんでしたっけ、5個とかなんか5前後みたいな感じですよね。へー、わー、ありがとうございます。じゃあみんな、せっかく考えてもらったから全部やろっか、一旦何回かに分けるでしょうけど、さすがに次回7つ一気にやるってことは、ああさすがにそれちょっとね無理だって、欲張りすぎらしいから、なんかツイッターとかで補足してくれるでしょう。みんな、この日よりの照れ隠し公式ツイッターをチェックだということで、ピオサーチだけは2023年上半期ベストバイでお願いします。ちょっと本当にあの結構期限がないから、セールがねアマゾンチェックしなきゃいけないからねということで、次回以降やるコーナー分かりましたか？何か分からないことがあったら、あのメールフォームから質問もしてみたりしてくださいね。皆さんお好きなコーナーにぜひメールを送ってください。おにぎり食べるペース配分うますぎー、河野日和の照れ隠し。河野日和の照れ隠し第64回放送、エンディングの時間となってしまいましたが、皆さんいかがでしょうか。俺バカだから分かんなかったんだけどさ、11、12がプライムデーでしょあれ次回収録までメール待ってたら終わっちゃうよね私バカだから放送日にみんなからのメールもらえて、かつそれを自分が受け取れるんだと思ってた。流れるだけじゃんね。コメントだ、コメント、みんなコメント欄で教えてくれ。きっと私はアーカイブか、リアルタイムで追ったりしているだろうから、 Amazon で買うといいもの送ってくれ。そして2023年上半期ベストバイのメールにはプライムデーで買ったやつを、実際どうかっていうやつを送ってください。レビュー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 スターライト。では最後に改めて余計なこと言った次回予告、次回やるコーナー2個くらい発表。あ、どうしますか、これはなんかツイッター見てもらえますか。そうですね、そうしましょうか。みんなツイッターをチェックだということで、よろしくお願いいたします。他にも番組では皆さんからのメールをお待ちしています。何でもかんでも送りまくってください。すべての投稿は投稿フォームからお待ちしています。またこの番組にはファンクラブがございます。料金プランによって特典が様々ございますので、詳細はファンクラブページをご確認ください。そして私からのお知らせです。インスタグラムを始めます。ニコ前々からやってみたいと思ってたんですよね。だから始めまーす。匂わせ上手じゃないですか。結構なんかあれ嗅がせに行ったみたいな感じ。どの匂いがする？ねえ、どの匂いがする？なったかもしれないけど。いや違う違う違う。マネージャーさんにいいですかって言ったら、いいですよって来たので、そうしました。
ちょっとダメだな、なんて説明したらいいんだろうね。いや、もともとなんかちょっとやりたいですね、いつ始めましょうかみたいなね、話なり打ち合わせなりはしてたんですけど、なんかもう今はじゃない、思い立ったが吉日、その日以外は全て供述ということで今日思い立ったので今日始めるという算段でございますね。あ、そう解説準備整い次第って言ってくださいって言われたんだった今日じゃないわみんな、危ね、今日から始まりません。まだあの解説準備整い次第ということなので、まあでもあのそんなこと言って引き延ばしてもしょうがないから、マジで超近いうちにやりたいので、ちょっとよかったらインスタグラムってどんなもんかしらと見ておいてください。私もご飯とネイルサロンしか調べたことがないのであまり使い方が分かっておりませんということで、今回の放送いかがだったでしょうか。なんかやっぱ夏ってワクワクでいいね、新しいことが始まるのにぴったりだねって毎月言ってるけどさ。この後はあみあみチャンネルの会員さん限定でもう少しだけ番組が続きます。それでは皆さんまた次回お会いしましょう。お相手は河野日和でした。バイバーイ。河野日和の照れ隠し。この番組はホビーショップあみあみの提供でお送りしました。ピンポンパンポーン。迷子のお知らせです。伝説のピオマスターのアンテナさん、コウさん、神殿さん、ゾックさん、リスクさん、テルマさん、ニッカーさん、ブリザードさん、マッキーさん、四本線のピオマスターさん、ラテさん、ラブリーマヨちゃんさん、お母さんがお待ちです。黄金のピオマスターのアイスユーさん、犬のヨーゼフさん、牛子丸さん、エクストリーム穏やかさん、片桐ルピアさん、キシンさん、キミさん、グレムリンさん、サッキュンさん、シーナヨシキさん、シーポンさん、シウさん、シノプさん、ジョンボさん、スカイさん、タカリャンさん、タナバタさん、ダニーさん、タヨルトさん、チョウくんさん、沼の綱三郎さん、熱湯さん、V3 さん、プーキさん、ペッペッペーイペイさん、ミコクさん、ユージさん、ユウスケさん、ユカピヨさん、リクトさん、お母さんが待っていますよ。その他の上にボーダーの T シャツを着ていて、ニューバランスの靴を履き、結構短めの短パンを履いた会員の皆様も迷子センターで保護しています。迎えに来てください。お母さん、ご支援ありがとうございます。